わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回はデザインの力で世界を変えようとする研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学芸術学部デザイン学科、飯田晴彦教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？プロダクトデザインというと、物っていうふうにイメージされることが多いんですけど、その物を軸にして企業のデザインを含めたそのブランド作りとか、製品とか、ロゴマークから、そういう全てをデザインをして、統一した、アウトプットを作っていく、そういったことを今、研究をしています。でそれと合わせて、エンジニアリングデザインということで、工学部での、デザイン教育ということを、やっております。ふむふむ、このデザインの研究を通してどのようなものを作成したんじゃ？これプロダクトデザイン開発事例ということで、産業用ロボット、それをモデルチェンジするということで、デザインっていうのが形を考えるだけっていうふうに思われがちなんですけど、でそれまでにそのプロセスとして、コンセプトっていうのが、初め大事 でそれを決めてから、それに合ったスタイリングを考えていくっていうことになります。でこのコンセプトメイキングというところで、じゃあどういうことをするのかっていうと、現状の分析を始めます。世の中にもっといろいろロボットあるじゃないかということで、こういういろんな形を見ます。でその中から、この感情的な要素、そういったものが、形にどう影響するかということで、この挑戦的とか、精密で高度な技術とか、そういった言葉をこう並べていきます。でその中でコンセプトをどう作ろうかということで、トラスト、アグレッシブということで、信頼と積極性をこう合わせたような、そういった製品にしていこうという目標を立てますということで、こうイメージをこう作っていきます。その後にそのコンセプトに沿ってデザインを考えていきます。で、最終デザインが決まるんですけど、製品にはグラフィックスというのが入ってますから、それで平田さんのロゴマークをどうやって入れようかということで、こうやって検討を加えていきます。現状発売されているのはこういう4種類の機械にはなります。平田さんに関してはだいたいこんな形で、こちらはですね、熊本の企業さんで、サンワハイテクさんというところがあるんですが、そちらで、電動の、モビリティということで、一人で移動するものということでデザインをしました。でこちらがジグザグチェアというのが、リートフェルトという方がデザインしたオリジナルがあるんですけど、それを、カーボンファイバーの薄い板で作れないかということで、研究をして、作ったものになります。でこちらは、島津製作所さんというのは京都にあるんですが、検査室っていうのがありますけど、どうしても冷たいですよね、病院ということ でそうではなくて、インテリアをしっかり、考えてあげて、落ち着けるリビングで受けるとか、リゾートで検査が受けれるとか、そういったことが、患者さんにとっていいんじゃないかということで、機器のデザインとインテリアを合わせた、提案になります。飯田教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？デザインで日本を良くしたいって思っています。私がやっているそのプロダクトでこういう製品を作っているっていうのは、一般的な意味でのデザインで、大きな意味のデザインというのは、そのデザインというプロセスを使っていろんなことの問題解決をしていったり、未来を作っていったりっていう、そのことになるんですね。なので私がその目標としては、その日本を良くしたいっていうのは、その大きな意味でのデザインなんですけど、学生たちには、今その基本としてプロダクトデザインというのは、やっぱり人の生活を考えたり使い勝手を考えたりしながら、ものを作っていく、デザインをしていくっていう、そのプロセスを覚えてもらう、期間になるので、後々ですね、その日本のためとか、世界のために何かデザインを使ってくれたらいいなというふうに考えています。崇城大学芸術学部デザイン学科の活躍がますます楽しみじゃ。